皆さんどうもこんばんは。テスト配信をしております。なんかね、このゲーム配信テストしながらやってますけど、お絵かきして売るんですよ。すごくないですか？よいしょ。あ、いいと思う？よかったー。ようやく、皆さんのおかげで、ここまで来れた。これがさっきあれだな。暗黒の世界。よいしょっと。エペやめたのね。エペはね、今、ちょっとね、子供ビール飲みすぎたからね。違うのにしとこうと思って、こっちにしたんだ。問題なさそう。ありがとう、ソーダさん。エペ配信頑張ってきてください。あ、ゆきちゃん今度一緒にエペしよう。したいね。ゆきちゃんはプレステ ?PC? どっちかな？よいしょっと。いいね。もうむずいな。よいしょ。今なんか出たけど、なんて出たんだ。あ、プレステなんだね。そっか。結構プレステの方が多いね。プレステね、最初はやってたんですよ。シーズン4くらいに。でも画面酔いが結構強くて、PC 版だったら何か変わるかなと思って、シーズン4はちょっとだけやって、最近 PC 版を入れてみたところです。よし。ペコ。難しいな、この操作。PC もアカウント持ってるから、どっちでもいけるよ。はい、ゆきちゃん、すごいな。私まだレベル3だけど。もしよかったら一緒に遊んでください。なあちゃんもやってる？エペ。エナジーってスペルどうだったっけ？何だった？私もどっちもやってるというかやってた。あ、じゃあ一緒だね。よろめ。よし。これにしよう。誰かまた買ってくれるかな。ああ、でも、よかった。皆さんのおかげで、結構早く、解決しました。ありがとうございます。FPS 酔いって、どうやったら、なんか、良くなるんだろうね。クッキーベーキング。This、なんだと？ボーリングって言われた。失礼だな。おーい。この絵の良さがわからぬか。許せん。エナジー。
お、おじさん、わかるじゃないか。63円出してくれるって。くれよ。はい。あ、喜んでくれてる。ありがとうね。飾ってね。玄関に。バイバイ。もちゲーム選びセンス良きな。あ、ありがとうございます。ただ、絵心は全くないんですけどね。あー、でも、これで、PC ゲームを、OBS 使って、配信できるっていうことが、分かったので、安心できましたね。ほんと、皆さんありがとうございます。ふわふわな声なのに、描く絵が暗黒世界だったりするのツボ。危ないかな、ちょっと。ね、でも、ほんと、絵がね、うまい人間になりたかったよね。って書くの、ま、こうかな。もういいや、翼つければいいんじゃね。こういうことじゃん。お、いいね。よいしょ。同じく。C さん、同じくって、どっち？これは、コケコですよ、名前は。鶏です、よで正解です。こいつさっき、クソみたいな絵だなって言いよった。42円。これなんか交渉できんのかな？はぁ、あ。お、値上げ、釣り上げることできるんだ。売った売った。飾ってくれよ。風呂場にでも。これなんだろう。あ、赤字ってことじゃん。違う？これはラストウィークで。で、今週は110円のプラスがあるってことか。あ、面白いな、これ。え、うまく生まれたかった。わかる、シーさん。めっちゃわかる。私もそうでありたかった。あ、ジャパさん。無事できたみたい。夕方はありがとうございました。馬さん、これ馬さん向きだとすごく思います。スチームの中にパスパルトっていうゲームがあるんだけど、今それで遊んでいます。お母さん、こんばんは。そうだね。これ、お金貯めたら、最終的にどうなるんだろうね。なんか、こんな、小屋みたいなところから、ちょっといい、場所に移れるのかな。わかんないけど。違うな。この色に、この色はおかしいな。さっき、ひどいこと言ったやつの顔でも描くか。なんか、こんな頭してたよな。お前に、売ってやる。こんな顔だったんじゃない？体が描けない。こうかな。パンツは？こうでいいか。なんか、チャラそうなのつけてそうだから。なんか、一体型してる。
ひどいこと言ったやつの顔描く。そうそう。あいつに売るんだ。じゃら。じゃら。じゃらすけ。これでどうだ。じゃらすけ買っていきなよ。よいしょ。顔と左足しそう。めっちゃ笑ってる。リトル、ああ、トロちゃん。トロちゃん、かわいい宇宙人。違うよ。宇宙人じゃない。ここに、ここに、ここに、うろついてる彼の顔だよ。チャラ。スーケー。英語で書くとこんな感じかな。えい。チャラ。チャラ、買いに来なよ。これ、あ、歩ける。これ、私これ、この人変えたの。この人。ほら、ちょっと似てない？チャラってるところ。はぁ、ひどい。ボーリング。また文句やると、お前の顔変えたのに。買ってけよ。あ、チャラミ？君はチャラミ？チャラミ、What? Where Synergy Mate?It's so bland. なんだ反応悪くね、ため息つかれたよ。チャラスケ。お前の顔だぞ、ゆきちゃん。ほんとだよ。ええ、なんかみんなからちょっと、評判良くないなぁ。チャラスケとチャラミ。そうそう、チャラスケ。もうなんか、今の気持ちを。あ、またチャラスケが、文句言いに来た。お前の絵には情熱がないとか言ってる。うっそーん。この良さがわからぬとは。主もまだまだじゃな。さっきのチャラミ書いてやろうぜ。モデルが悪いんじゃない。みんな。みんな、あれだね、優しいね。チャラミ。また文句言いに来た。文句だけだったらもういらないから。もう、買ってってよ。今週の。ちょっと調子良かったのに。チークとかつけてあげるよ。チャラミ、ちょっと待ってなって。チャラミは、ウィルズインバウンド？売れた？こんな感じでいいんじゃない？チャラミはさ、ちょっと女の子っぽくしようか。体が描けんのよね。女の子っぽくね。なんか、すごいミニスカ履いてた気がする。やばい。幼稚園児ぐらい。こんなかな。チャラ。あ、馬さん、お家に着いたのね。お帰り。眉間どうなってるの？え？え、おかしいかな。チャラミ、女の子だから、ハートつけてあげようか。ラッラックスエナジー、I don't like it. What? この良さがわからぬとはなあなあ。あ、耳書いてないからかな。耳書いとくか。これでいいだろう。チャーラー。み。もうなんかみんなため息すぎていくのやめてくんないですか？チャラスケと並べてあげる。チャラ、み。はい、買ってってしかもそっちのみ。だって、ねえ、美しいだと、ちょっと、ダメでしょ。なになに、これ何語？オリジナリティシルブプレ？オリジナリティ。
を頼むよってこと？シルブプレって。うん。君の相方もチャラミだぞ。ファッションないとか言うんじゃない。もう、チャラミとチャラスケは、赤字だな。チャラミのミがダメだった。オールドマンイエルザートクラウド。なになに？これどういう意味なんだろうな。ちょっとまだついていけないな。うろちょろするなら買ってけ、こら。チャラミ、チャラスケ。こら。うん。で、今度は背景塗りつぶしなしで行ってみましょうか。優しい絵とかじゃないと受けないのかしら。難しいわ。Colors too crazy for me。 色が奇抜かな。じゃあみんながあのね、なあちゃんもいるし、国民的たぬき、どうやって書くんだった？国民的たぬきは、これなんだったっけ？これ、どんなんだったっけ？え？あれ？なんか、いろいろ混ざったかな？ちょっと最後まで剥がして。合ってんじゃない？合ってる。合ってる。こんな離れたらどうするの？こういうこと？すでにダメか。待て。まだいける。ヒゲ？ヒゲね。そっか。こうな。国民的、タヌーでしょ？耳ってあったっけ？この人。あ、違う。この生き物。絵描き歌？ドラパーマン。言うな。こら、待て。国民的、国宝級ぞ？国宝級ぞ？みんな。大事にせよ。よし。できた。耳ってあったかな？これは一体何？外側描いて？外側って何？脇順がすげえ。髭が飛び出したのじわじわくる。なんかおかしい？後でちょっと、本物見てくるから待って。スクショしないで。こんなの恥ずかしいから。ナショナル、国宝級だからな。ナショナル、あれ幕が閉じたぞ。なんで？売りたかったよ。なんで？何事？売れなかったやつ。燃やしてる。シュールすぎん、このゲーム。この配信のデータ欲しい。ダメ。悪用するでしょ。ダメ。ノーマニー、ノーマニー、ノーアネーム、ノアフェーム。はん？アーザーフォガッツネーム。もう、悲しい。これ、スキップできないの？かわいそうじゃん。チャラスケとチャラミと、国宝級タヌーを焼いてます。アローン。悲しい。これどうやって、ここから抜け出せるの？閉じた。まあ、こういう、
こういう月もあるよね。ね、絵が売れない日みたいな。ああ、なんか強制的にトップページに戻されたんですけど、なんか引っかかるようなこと書いちゃったのかな。辛い背中屋の馬さん、本当に辛いです。ガパオさん、こんばんは。なんかなんとかうまく OBS のテスト配信うまくいったみたいです。これ面白そう？本当？いつかなんか雑談配信をするときに人が集まらなかったらこれで絵描きながら人待ってようかなーってちょっと思って買ってたんだ。アガパオさん、ありがとうね。よかったって言ってくれて。アクトはニュービギニングス。あ、なんか私最初から押しちゃった。てかこれコンティニューする意味もよくわからないよね。まあまあちょっと楽しそうだよね。いいね、このゲームとても好き。あ、反応がすごく良くて嬉しい。もっちりみたい。ただ絵の才能がないんですよ。ちょっともう一回だけ国宝級タヌーンを描いてみていい？え、どんなんだったっけ？え？耳ってありましたかね？タヌーンは。アナゴの似顔絵？アナゴ？アナゴ？アナゴさん？アナゴさんって、あ、ゆきちゃん、はい、他の配信もどうぞどうぞ回ってきて楽しんでください。これで書くの難しそう。めっちゃ難しい。このゲームの CM、この生配信のダイジェストでいいと売れなくなっちゃうよ、小鳥ちゃん。お餅が吐く。やばいよね。あえて見ながら書いてみたら？あ、あえて見ながら書いてみたら、ジャパさん、それどういう罠？みんなでお絵かきの森してみたいね。うんうん。でも本当、私も絵心がないんだよな。なあちゃん、ぜひ書いてほしい。ちょっと探してもいい？ここ宝級タヌー。ちょっと音消えるかも。ちょっと、絵を見ながら、答えが、これ何人かで対決やったらめっちゃ面白そう。これね、複数人でできたらいいと思うんだけど、多分シングルプレイだったんだよね。きっとお絵描きの森がそれに向いてるね。答えが分かって書いたら、火力が分かる。やめろよ、そんなこと。はい、ちなみに今、もう一つのディスプレイで国宝級タヌーンを出しているので、じゃあ国宝級タヌーンを見ながら描きたいと思います。なんかいろんな色があるけど、まず、じゃあ黒で、あ、なるほどね。こうなってるわけね。あ、見たら、ほら、楽勝じゃん。こうじゃん？ちょっと、寄り目かなぁ。寄り目も可愛いよね、タヌーン。こうでしょ？なんか、あ、これ、コロスケじゃない？モッチーとならこのゲーム一緒にやってみたいです。嬉しい。え、ちょっと待って、これ、みんな、まだセーフ？ダメ？セーフだと思うんだけど。ああ、結構大きいんだね、鈴って。こういうことね。で、これを、こうなってて、
やっぱさっきあんま間違ってなかったんじゃないかなと思うんだけど、こうでしょ、ポケット大事な、手ってまん丸で、こうこうだ。あれ一本足りない。書き足しちゃえ。どうどう？ドラえもんは目からだよ。これ色塗ったらさ、ごめんなさい。色塗ったらそれっぽくなら、あ、だ。ちょっとね、消しゴムかどれかよくわからなくて、もうこのまま行っていい？ごめん、ごめん、ごめん。あの、許して。色塗らない方がよかったってやつか。よいしょ、よいしょ。これ、あれだよね。チャームポイントだから。ここ、こんな色してるみたい。あ、トロちゃんありがとうね。見てくださってありがとうございます。馬さん、アウトとか言わないで。ちょっとタヌー見届けてあげて。あれ、ま、ちょっと待って、なんかここに、ま、え、ま、なにこれ、あ、う、え、え、なんかこう、こう、え、え、なんかこんなのがあるみたいですね。難しいな。ちょっと一つの絵にかかる時間が長すぎる。アーティストとして問題がある。早く商品として売り出さなければならないですよ。生産性ですよ、生産性。これも塗るのかな。水色の暴力。頭からなんか出て、え、しっかり塗ればいいかな。ちょっとなんかズラっぽくなってきた。あんこ出た。あんこ出てないよ。あんこ出てない。セーフセーフ。あ、これ仕上げにあれでしょ、鈴を塗って差し上げれば。あ、もう、まあいいや、これで。よし。私はあの、言葉をどうしても入れたいので、さっき書けなかった、よいしょっと、国宝、国宝級ぞ？お客様。よし、できたよ。買っていきたまえよ。あ、これさっきのより、めちゃくちゃいい。ナショナルタヌーでどうですかね。はい。来たよ。ナイス。カッパーさんありがとう。買っていく？ 82 円。もっとしたら？あ、下がった。いらんことした。これ、そういうことか。もう買ってきなよ。じゃあ、飾れよな。リビングに。遠目で見たらうまい。やったー。待って、さっき、アナゴさんリクエストがありましたよね。アナゴさん見ながらだったら書けますかね。ドラえもんかどうかはわかるよ。ちょっと待ってね、そもそも、アナゴさん、顔がわからない。じゃあ行くね、アナゴさん。どうなっても、受け入れろ、現実を。こういう顔してる。じゃなくて僕の？あ、リアルアナゴさんってこと？うん。
やるアナゴさん、こっちのアナゴさんから書いていい？え、なんかちょっとこれ大丈夫かな？え？やばい、やばい、怖い怖い、書きながら怖い。あ、ノリスケさん、いらっしゃい。タッチがピカソ。やったね。なんか、ちょっと困り顔だよね、アナゴさんって、確か。で、目がなんか、キョトーみたいな、あれでしょ？で、確か、鼻が、割と特徴があったと思うんですけど。あ、近くない？うまいって言ってくれてるけど、ノリスケさん、ほんと？なんちゃん、シルエットはね、Cさんが笑い死ぬ。黒目、ちょっとあった方がいいかな。白目って言われてるから。これ、これ、うまくない？あ、すごい。で、この人いつもシャツつけてるから、え？シャツってどんなんだっけ？こうかな？あ、いいんじゃない？それで、ネクタイでしょ？こう、こうあってさ。水玉にしてあげようか。あ、なんか、うわ、気持ち悪い。なんだこれ。なんの模様だこれ。あ、でも、ぽくなった。ちょっと唇、唇らしくありたいな。こうすれば、いらんことした。どこ見てる？あさって？色塗ったら？白目際立つ？あ、ネクタイごまちってネクタイアレルギー。ああ。これ、どこに色塗ったらいいのかな？ドスン。こんな感じ？あ、あれ？マスオくんだった？違う違う。あれ？もういいや。違う。ノリスケさんが相方だから、ノリスケさんって書きたかったんだけど、手がマスオくんって書いてた。間違えちゃった。あ、フグタくんか、全部間違ってんじゃん。もうダメだ。これ、色塗りたいな。髪の毛は黒だから、もういいや、ここは雑に、もう、べーってやって。あ、どうしよう、なんか、唇、やっぱ健康的な色がいいよね。はい、よいしょ。酸素ボンベを、シーさん、大げさすぎるよ。マスオくんとは。マスオくんの方が親しげならでいいと思います。ありがとうございます。この、ちょっと、ごま散らかしたネクタイ、どうにかしたいね。なんか、サラリーマンって、すごい地味なネクタイしてるイメージだから、ちょっと明るくしてあげようか。これさ、塗りつぶすと、あ、ごま消えた。こうしてさ、あら、ちょっと、身だしなみにも、気をつけてさ。で、もう一度、なんか、虫みたい。愛嬌がありますね。ありがとう、なあちゃん。クオリティ高いかな、あやちゃん。
はずのこネクタイ。なりすけさん、ありがとう。本物ではマスオさんが28歳、アナゴくん27歳設定。お、君27歳なのか。27だよ。よし、これで売ろう。これ高く売れそう。これはね、決めてるんだ。動画見てる人はわかると思うけど、アナゴさんがよく言う、アナゴでどうですかね。年下やんけとか、みんな30後半ぐらいとか。ウケる。あ、え、なんか酷評された。こんなに時間かけて書いたのに。ナゴくん書けたよ。じゃあやっぱりこの後はあれかな、相方ののりすけさんが必要だよね。年下なことに衝撃震える。みんな年齢に敏感すぎるぞ。じゃあのりすけさん行こうか。のりすけさんってなんか顔がふくよかだったよね確か。あー待って、118円。あー、売る売る売る、買ってきなよ。アナゴ、アナゴって呼び捨てした。サンキューじいちゃん、バイバイ。なんだったっけ。あー、ほんとはアナゴ、アナゴさんとセットで並べたかったんだけどな。呼び捨て間違えた。アナゴって言っちゃった。あ、太鼓さんこんばんは。ねえ、ねえ、アナゴさん売れちゃった。でも一番今までで高かった。118円。この世界の中でね。次のりすけさんだったね。この人は顔がなんかジャガイモみたいなふくよかな感じだった気がする。あ、ちょっと待ってね、見ればいいんだね。こんな感じだね。いつもなんかニコってしてる人でしょ。頭だよね問題は。なんか角刈りだったと思うんですよね。ちょっと待って、どうしよう。なんか、あ、ねえ、もうこれ、これ消しゴムってどうやるのかな。なんか削除は嫌なんだよね、負けたみたいで。なんかここちょっと刈り上げだった気がするんですよね。でなんかこんな目でしょ。なんかあんまり本当は目が笑ってないみたいな、そんなイメージがあるんだけど、のりすけさんって違うかな。なんかあれ、あれ。あれ、ちょっと待って、なんか急にみんなのチャットが流れた。タラチャンシュー、あ、タラチャンシュー、あ、ってことはパパだから合ってるってことじゃん。これまたあれでしょ、サラリーマンだからネクタイ書いてあげて。ここどうなってるんだろうね。絵描いてる人に本当教えてもらいたい。あ、肩幅ちっちゃ。あ、もういいや。でもね、ちゃんと描きたいから。今度あ、ネクタイ長かったかな。なんでまあいいや、こうでしょ。カバン、なんかこの人はあの、なんかバッグ持ってるイメージだな。これ、なんかこんなやつ。どうかな？どこ開いてる？こうはって言われてる。ひしゃげてるとか。あ、タラちゃんの親じゃないか。イクラちゃんの、あ、もっと、ダメだ。なんか、ごめんね。いろいろうろ覚えで。イクラちゃんパパだね。これはね、
これはね、ゲームの名前は、パスパルトゥ、アーティストの書いた夢っていう、なんだっけ、スチームにあるゲームです。どこまで書いてるんだろう。でも、もちマウスで書いてるならうまい気がするって思うじゃん？私、なんか何年か前に買ったペンタブ見つけて、今それで書いてるんだよね。それでこのひどさってやばいよね。白子の親？待って、ちょっと待って、いっぱい飛んだ。絶対アーカイブ残してシーサー。いやだ、スクショとか撮っちゃダメだよ。この人はじゃあ、チェックにして、あ、違うね。色を先に塗らないといけないんですよ。この人は水色のネクタイにしてあげよう。ノリスケ。ノリスケは、あ、ノリスケさんは、水色のネクタイで、そうだな。チェックとか、これね、よくありがちじゃないですか？こんな感じ。あ、今度こそ、マスオくーんじゃない？あ、うん。だよね。まさかのペンタブ馬さん、そこだけ反応良すぎる。白子の親はフグです。フグはおばあちゃん、隠し子。よし、これは売ろう。売るね、のりすけさん。のりすけさんはいつもノリノリだから、ノリノリ、ノリ、ノリノリノリすけ。これで売ろう。さっき C さんが俺のイメージ書いてって言ってたから、C さんのイメージか。難しいな。めちゃくちゃイケボだからな。イケボの人って大体イケメンなんだよ。じゃあ、C さん書くね。私のイメージね。受け入れてくれ。この、シュッとしてそうなんだよね。あ、耳でかくなっちゃったな。髪の毛はね、なんか、ちょっと短髪なんじゃないかなーって、思ってて。そうだな。キリッとした眉に。いやー、難しいな。考えてることを絵にするって。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。C さん。C さんはね、もう、笑い死にそうだから、いつも。口はめっちゃでっかいの。こんな感じで。目がなぁ、どっちで描くかだなぁ。わんぱく坊主みたいなイメージなんだよな。それで、こんな感じで、えいってこう。やばい、ごめん、もう許してくれ。もうちょっとかっこよく、かっこよいイメージなんだけどな。ちょっとイケメン要素。うなんかのりすけさんの絵、みんなため息ついてってるんだけど。
いつも笑い死に、そうだよ。シンさんいつも笑い死にそうになってんじゃん。口でかいとか顔に対しての口があってみんな言ってるけど、いやー、あんなに笑う人はね、やっぱお口が大きいはずなんですよ。僕夏とかみんな書いてるけど、いや、Cさんはね、こんな感じだと思う。なんはまぁ。遊ぼうって、こんな感じ。恥ずかしいことしてやろう。あ、書けなかった。できた。そう、Cさんはね、少年のイメージなんですよ。すごく。Cさん5歳。Cさんはね、あれはたまに出てくるからね。あ、色塗るの忘れちゃったな。ノリスケさんの横に並べるね。夏の思い出。C。5歳。どうや。オッケー。Cさん5歳って書いてたからね、カーンさんが。だから、5歳っていうタイトルにしました。はぁ。こんなんでよかったのかなぁ。なんか、ごめんね。きっと、もっと、絵心のある人だったら、もっと、すごい。なんか素敵な絵が描けると思うんだけど。あ、やばい。あれじゃん？なんか、1ヶ月の結果が出るんじゃない？やべえ、全然売れてねえ。いくらかな？ Doesn't seem original to me。 え、オリジナル性を感じられないって言われた。え、そうなんだ。もうちょっと奇抜なものがいいのかな？え、みんなため息とかついていかないで。やめてよ。ね、じゃあ。めっちゃスクショした。ほんと私ね、なんか、絵が上手じゃなくて。あ、みんなため息ついてる。そうだな。ちょっと待ってね、みんなの絵も描いてあげたいんだけど、私の中の、Cさんの相方、描いていい？これは、あれでしょうか。私の中のイメージですよ。あ、答えが。あ、どうしよう。私が書くとなんか、みんな子供っぽくなるのなんでだろう。なんかね、アンハマさんって、私の中でなんだけど、短パン履いてる。そんなイメージなの。で、なんか、草履みたいの履いてる。オリジナル性がない。むしろオリジナル性しかないだろう。ありがとう。はい、これヤンハマさんです。私の中の。ヤンハマさんはね、なんか、Y とか書かれてる。Tシャツとか似合いそうだよね。ワイ。それで、特徴は、熱っって、いつも言ってるから。いや、浜に送らないで、あ、いや、呼び捨てした。いや、浜さんに送らないで。ちょっと待って、なんか、急にほんとみんな、流れが速くて、読み落としてる。なんて言ったの？そうそうそう、これもヤンハマさん5歳。これ。
これ、ここに並べるね。キャンハーマー、これでどうですか。あ、一個も売れないんだが、ちょっとノリスケさんから始まって、あ、色塗ってないからかな。田舎の子供。もっと新鮮さが欲しいって書いてる。新鮮さとか難しくない？やっぱあれかな、最初結構キャンバスに色とかつけてたから、そういうの求めてんのかな。あ、黒くなっちゃった。ちょこれさ、ちょっとなんか戻るとか覚えたいんだけど、わからないんだ。今度触っとくね。みんな自分の T シャツ、そうそうそう、 Y に立体を感じる。あ、そうだよね、やっぱり色がないとダメなんだろうね。そっかそっか。じゃあ、そうだな、あ、よいしょっと、今度はね、女の子を着たいな。あの、有名なエピソードがある。きっと、ロングヘアな、あの子さ。多分、驚かしたってことは、前髪も長いのかな。じゃあ、あ、終わっちゃった。あ、書いてる途中だったのに、Cさんは気づいてたみたい。売れなかった。これなんか、一定の期間で、また、燃やしてる。この決算じゃないですけど、でここ見て、ここ、あ、マウスカーソル当てられない、ここ見える、ここ穴子さん、あ、やばい。やばい、ハマった。花子さんがね、ここに立てかけちゃってね。悲しい。そう、売れたはずなんだけど。花子さんが、なんでここにいるの？残ったのは3つだけだった。めちゃめちゃ楽しかった。途中まで書いてたのは、ナムサオさんです。私が今、なあちゃんと呼んでいるナムサオさんの途中だったんですよ。笑った。当たってた？ちーさん。ごめんね、ノリスケさんとアナコさん、色を塗れば、すぐ売れたんだと思う。待って、これエンドレスモードってあるよ。ということは決算が来ないんじゃない？そんなことないかな。ちょっとだけまだ続けてもいい？アリンさんこんばんは。これアクト1なんか関係あるのかな。こんばんは。テスト配信からの無事成功して、今、雑談しながら、お絵描きしてます。あ、ヤハマさん来た。谷間に見えた。違う。そんな、あれは、ロゴだよ、ロゴ。ああいう T シャツ着てなかった？ 5 歳ぐらいの時。もう一回挑戦していい？
で、同じことをね、二度できるかはわからないんだけど、長浜さん、もしかして C さんからスクショもらっちゃった？女性らしくね、ちょっと書きたいからね。そう。ロングヘアって言ってたからね。なんか、旦那さんを怒らせちゃった。こうかな。前髪も長いんじゃないかな。ということは。女の子は可愛く描きたいなぁ。でも画力がないんだよな。長澤さんはね、私の中で声は七色ですが、こうお顔はなんだろう、なんていうかキュートな感じなんじゃないかなーって思ってて、こんな感じ。あ、眉毛ないな。こうでいいかな。それで、驚かしたんじゃないかなーって思うんだよね、旦那さん。これ後で色塗ったらすごいことになるかな。見たんだよ、浜さん。ごめん。俺もう少し影あるよ。ごめん。それで、やっぱり、あのエピソードがすごい印象的だったんで、やっぱりね、雰囲気出したいから、なんかこういう、あのキャラ、あ、なんか手がおかしくなっちゃった。もういいや。なんか、こういう、もう細かいところ見ないでみんな。よいしょ。足、あのね、ハイハイしてるところ描きたいんだけど、描けないからね。こんな感じ。ちょっとこれに色を塗りつぶしてみていい？この、怒られた、あ！やべ。むずない？いや、なんとかなる。なんとかなる。やべ、どうしよう。どうしよう。毛量をちょっと増やそうと思って。あ、いいんじゃない？いい、よくない？もう、耳いいや、耳いい。よいしょ。あれ？あ、操作できない。あって言ってるけど、あって言ってるな。どうしようかな。かわいい格好しながら、ちょっと待ってね。かわいいけど、結構、あ、ピンクで描くんじゃなかったな。失敗した。これじゃ伝わらない。あー、どうしよう。どれがあれ？消しゴムか、わかる人いる？これ違う。あ、一回塗りつぶしてみる？あ、よし。まだ間に合う。ピンクで描いたのがダメなのかな？毛量えぐいとか言わないで。なんかさ、今描きたいの伝わるかな？私の
か力じゃ無理かな。わかるかな。わかんないか。アンハマさん、一日ツイッターの写真変えておきます。もうなんか私が恥ずかしいからやめてください。違うんですよ。これタコじゃないんです。ドクロ。そう、ドクロ。かわいい顔してるけど、こう、どっかに毒系要素がある可愛さっていうのをね、ちょっと、書きたかったんだけど、難しいなぁ。ちょんちょんでいいのか？タコにしか見えない。あ、美月さん、こんばんは。で、これで出してみよう。スクショそんなに撮らないで。恥ずかしいから、ナム、あ、違う、こうか、ナムサダ、サダコエピソードがね、やっぱり印象的だったからね。はい。はあ、ごめんね、みんな、ほんと、ひどい。あの、絵を描いて、ナムサダ。一番最高値がついたよ。157円。よし。チャラ男に飼われる前に、この人に売ろう。ナムサダ売れました。ありがとうございます。お買い上げ。やったー。最高額だよ。やったよ。ちょっと、もうちょっと腕磨きたいなぁ。お腹痛い。よいしょ。やっぱり、ちょっと色味がある方が、受けがいいのかしら。ヤンハマさんは、いくらで、これ、アーカイブ見たらバレるから言いますけど、ヤンハマさんは、シーさんが言っちゃった。もうやめて、燃やされたとか、ジャンパーさん、そこまで言わなくていいじゃん。書きたいこの子は、前髪どんなんだったかな。こんな前髪あったと思うんだよな。じゃあね、唇がすごく印象的で、私のイメージね、なんかね、髪はセミロングぐらいかな。こんな感じでゆるーっとしてて可愛らしい。前髪あったような気がするんだよな。あ、わかった？わかったの？ C さん。ごめんね、あの、ちょっと、もっと消しゴム誰か分かったら教えてほしい。私今同色で塗りつぶして消しゴム代わりにしてるんだけど、分かっちゃったかな。わかるよね。もう、これが出たら、きっと、かわいいあの子ですよ。こうじゃない？ね。あ、いい感じじゃない？
目がね、目はね、ほんとなんかうるうるの可愛い子だと思うんだよね。ちょっと一回描いてみようか。ああ待って、ちょっと待って、あ、これこのまま行ってみます？このいや、ちょっとキラ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 、こ、あ、ポインターが目にね。ちょっと待って、こっからキラキラなんかあるじゃん、よくキラキラしてる目って。あれってどうやって書いてるのかな。あ、こんな感じ？これピエンか。ピエン。こうかな。ど、え？馬さん、馬さん。馬さん、いつか私に講習してくれよ。でね、いつもちょっとあの部屋着はゆるーい。Tシャツを着ててね、配信されてるんですよ。ここにね、包丁もさせたいんだけど、包丁ってどんな形してたっけ？こう？こう。お手て。こうかな。いけた！いけたんじゃない？それでね、小鳥ちゃんは配信の時あの、台に乗せてるんで、こんな感じ、私のイメージは。で、いつもね、あ、名前出しちゃったな。いつもね、お気に入りの、かけそうにないから、ほろ酔い。ピエン、パオン、黄色でちょんちょんしたらキラキラなるで。あ、え？一回塗りつぶしてってこと？やってみようかな。そういう意味かな。一回塗りつぶして、黄色で、ちょんちょん？あ、やりすぎた？やりすぎたかな？え？馬さん何個って言ってくれなかったよ？こんな感じ？あ、なんか一つ多いな。やだ、やだな。え、シュッと。あ、どうかな？おい、いいんじゃない？できた。ああ、結構イメージ通りに行ったかな？わかる？小鳥さん感出てる？ピエンピエンって感さ。目だけ見たらピエンだね。なんで謝るの？お前さん、ごめんなさいって。さ、ピヨピヨだよ。ピエンじゃないよ。ぴよぴよ。オッケー。できたー。え、ちょっと待って、みんな。ツイッター変えるのやめて。私が恥ずかしいよ。小鳥。ピエン。はい。できたあ。ああ。なんで、馬さん。あ、188円。すごい。超高値。売った売った。買ってくれ。ベンジャミンよ。寝室に飾るが良い。小鳥ちゃんぞ。
君たちはセンスがないな。山本さん、本当に返した。嘘マジ。ちょっと見たい。画面変えると、音が消えちゃうから、すぐ見れないけど。ああ、なんか、もう、どれぐらい配信してる？もう1時間20分ぐらいやってる。やばい、これ楽しい。なんか、みんなのイメージを書くのは楽しいかもしれない。私も誰か、私のイメージを書いてもらいたいな、いつか。馬さん？馬さんか。待って、他にも人もいたけど、じゃあ、ちょっと、馬さん。帰ってきたんだ。早、仕事早。ゆうきちゃん、お帰りなさい。まだやってます。馬さんはね、馬さんはね、なんか自然が好きそうな、イメージがあるんですよ、私の中で。だから、バックはグリーンで、あとね、私一回だけ写真をお見かけした気がするんですよね。でも大丈夫だよね。載せてたもんね。ちょっと待って、ツイッターめちゃくちゃ変えてるけど。あ、小鳥ちゃん今度私変えてくれるの嬉しいよ。お願いします。今さんはね、顔がね、小さいイメージなんだよね。ごめんね、私こういう書き方からしか始められないんだけど。あと、私の勝手なイメージね、写真をちらっと見たのと、プラス、もともと私が持ってるイメージね。もう、受け入れてよ、みんな。なんか、傾斜がひどい。傾斜がひどいけど、そのまま行こう。ね、どうやって書くんだ。どうイメージし、なんかね、アシンメトリーな髪型が似合いそうな人なんじゃないかなっていう、そんなイメージがあります。だからちょっとここが挑発なの。で、大丈夫だよ。傾斜がひどくても。とはね、なんか、丸メガネが似合いそうっていうイメージがあって、なんかもうちょっと、おかしい。物理的なおかしさは許して。で、ちょっとおちょぼ口みたいな感じ。これ紙だよ。ヘッドセットじゃない。紙。塗りつぶせばいいかな。あ、これだと失敗する。あ！誰か早く私に戻すということをして、これかな？違う。寝た。馬さんが寝た。やばい。つぼった。違う。帰ってきて。配信終わるまでみんな帰っていく。ゆきちゃんも書くね。待ってね。丸メガネわかるよね、ジャパさん。なんかそんなイメージあるよね。耳から昆布。昆布じゃない。昆布じゃない。これ、髪の毛なんだよ。って、どうやって戻すの？ちょ、この塗りつぶし、どうにかならない。もう行くね。もうごめん。なんか、ここがさ、浮いてるがために、なんていうの？あ、ダメだ。わかりたい。もう、みんな許してくれ。本当に。今日、ちょっと、ほろ酔いなんだ。
アシンメトリーってどう書くのよ。こうかな。あ、もう耳も消えた。それでね、体はと言いますと、体のサイズに、とは相反する、ゆるーっとした、こう、T シャツとかが好きなんじゃないかなーって勝手なイメージですよ。で、なんかおしゃれさんっぽいって、あ、なんだこれ。ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待って。あ、コントロール Z で戻らない？ちょっと待って、待って。上から読んでいくね。多分消すのは上から塗りつぶすしかないんじゃ。コントロール Z で戻らないか。ちょっと待ってよ、コントロール Z。押しても戻らない。やっぱり塗りつぶしかも。バイクのヘルメット。違う、これアシメトリーなの。まさに大好きだわって、馬さん。あれでしょ？ T シャツでしょ？きっと。ちょっと待って。違うの。ズボンはね、こういうことがしたかったんじゃない？なんかね、ちょっと奇抜なスタイルしてもお似合いになる方なんじゃないかなと思って、なんか、ゆるっとダボっとしてる。あ、もう、難しいな。難しいな。イメージが形にできないって、こんな苦しいんだな。あ、短パンになってしまったな。夏休みか？うん。もう、こうしよう。なんかちょっとハイカットな靴をね、なんか好みそうだなっていうイメージ。で T シャツはなんか英文字がいっぱい書かれてるような感じ。こう読めないけどかっこいいみたいな。ツイッター顔とか、骨盤やばいかな。まあ、ちょっと待って、ちょっと待って、上から読んでいく。どこの奥様ですか？え、これ奥様に見える？あ、人参持ってるから？近い、これは馬にあげるためだよ。ツイッターカオスになってるの、どうしよう。みんな短パン。意外と近い、ほんと？夏らしくていい。5歳。いや、これは5歳じゃない。これはね、本当に今のリアル馬さんを割とイメージして書いてる。多分ね、なんかこんな格好が好きなんじゃないかなって思うんだけど、最後に馬を描きたいんだけど、私の画力で馬は無理な気がするな。でも描きたいな。やっぱ馬さんといえば。馬だからね。マジってな。ツイッターが C さんとヤンハマさん並ぶと一瞬どっちかわからぬってマジで。大馬さんって大長のはずなんだよね。で、ぴょこってこう出てて、お目目が優しいじゃないかな。で、だいたいなんか模様が入ってるでしょ？こうすればいいかな。お花は前から見えるはずだよね。あ、なんか目が4つあるみたいだな。どうしよう。これでいいんじゃないかな。よし。
できたはい。あ、だんだん一枚一枚にかける思いがちょっと強すぎて。それ14歳くらいかな。いや、もうちょっと成人してるんじゃないかな、ウマさん。私たちの絵はきっと踏み台だったのだよ。馬さんと UMA って引っかかってるってみんな知ってるのかな。でもこれ日本語書けないんだよね。もうじゃあ馬さんは馬で。はい、できました。ちょっと待ってろ、まだ書き足りないぞ。あ、今ショックなメッセージ見たぞ。好きじゃないって言われた。ちょっと待ってね、次の方はイメージはね、明るめな背景色が似合うんじゃないかなって人です。で、うまーめっちゃいい。拍手もらってる。ありがとう。うまーいに、うまーいに拍手したんだね。カパオさんの。うまみたいな頭のやつに。見てみんな !400 だよ !400! すごい。ベンジャミン買いすぎだよ。どこに次飾るんだよ。ベンジャミンありがとう。ありがとう。今週生きていけるよ。ありがとうね。え、なになに？みんなでツイッターのアイコン変えれば、それを保存して並べてたなっては。ちょっと、ほんとみんな、ツイッターのアイコンって大事なんだから、そんな簡単に変えちゃダメだよ。絵が上達してるのかな、小鳥ちゃん。本当？これは、こちらの方も、お写真を、拝見したので、なんとなくのイメージプラス、あ、写真の印象と、もともと私が持ってるイメージと、両方でいきますね。もうね、きっとすごくお姉美人な、お姉美人ってあのお姉の方じゃなくて、お美しい方なんじゃないかなって思うんだよね。ちょっとお目目は切れ長ってどうやって描くの？私が思うように描いたらどうなっちゃうの？あ、なんか急に、絵のテイストが、どうしよう。絵のテイストが変わっちゃった。あ、どうしたらいい？このまま行っていいのかな？あ、わかんない。もう未知の世界だよ。どうしたらいいんだろう。あ、はい。アナゴくん。ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。頭の傾斜が好き。こんな感じ。瞳が大きくて、きっと上も、あ、やばい。どうしよう。行こう。それで、体描くの難しいな。どうやって描いたらいいんだろう。ちょっとワンピースにしちゃう？
ンコントローラー持たせたいな。コントローラーが書けないな。コントローラーどうやったっけ。こうだっけ、コントローラーって。こうかな。こうじゃない？よいしょ。ポテて。なんか、こう、あるよね。グリングリンがついてて。もう、まあ、こんな感じ。なんとなくイメージ、わかります？私の印象と。ぽい？ぽいですか？コントローラーをこちらに見せるスタイル。なんかね、こう、ちょっとお姉さん美人って感じです。これは、いつも、コントローラーを、あれ？かけなくなっちゃった。コントローラーを壊しそうになってる、あやちゃんです。カチャカチャあや。はい。完成。はい。カチャ。カチャあや。はい。完成しましたー。あれ？君は、あれだね。全然、こう、絵に、なんていうのかな。センスがないね。ジャラミ。ジャラミは、ダメだ。二度と来るんじゃねえ。カチャーヤ。いや、ありがとうございます。あやさん、言ってくれてますけど、本当、なんかすいません。こんな感じで。アートじゃないって二度と来るんじゃね。次の方のイメージは、パープルなんだけど、パープル使ったな。この色どんな感じだろう。キャンパス塗りつぶすときの本体の挙動めっちゃ面白いから見て。本体の挙動？え？なんか変だった？あ、え？もう一回やってみる？もう一回やってみるね。あ！ 411 円！これもなかなかの高値だよ。売ろう売ろう。ガチャガチャアヤが売れます。ベンジャミンだ、また。ベンジャミン、ありがとう。サンキュー。え、もう、待って、みんな、ツイッター変えるのは、ちょっと考え直して。あ、ほんとだ。本体の動き。面白い。よく見てる。やばい。よいしょ。ベンジャミン。めっちゃ買うじゃん。ほんとに。リビングだったり。こっち向きしかいつも書いてないから、今度こっち向きで書いてみようかな。私ね、私と仲良くしていただいている、この、
女性の皆さんは割とみんな髪が長くて、なんていうのかな、お姉さんっていうか綺麗なお姉さんが多いイメージなんだよね。ちなみに今描いてる人の私が抱いてる色のイメージは紫なんですね。難しいな、この方向から描くの。ちょっと、なんかうねったけど、でもなんかこう少し、なんか目から描かないとダメか。この人も多分、違うの。なんか切れ目な、この眉がいけないのかな、気に入らないな。こう、ベンジャミンの家がおもちちゃん画廊に、本当だね。なかなかいい腰の動きだ腰？これマウスで描いてるの？ペンタブで描いてるんですどうやってなんかこう綺麗な目って描けるんですかね。また違う、なんかこれエビスさんの絵になっちゃう、これだと。そう、これ、実はペンタブなんですよ、私。難しいな。潰してしまうな。まつげ描きたいんだけど。多分ね、まつげがすごく長いんじゃないかなーって、思います。動きが細かいからマウスだったらびっくりだと思って。そう、でもね、絵はひどいから許して。ほんと体描くの苦手だから許して。よいしょ。ヤシャーンさん、できたの動画。お疲れ様です。あ、小娘ちゃんごめん、挨拶してなかった。こんばんは、ありがとうございます。帰ってきたの動画？ちょっとだけ待って。よいしょ。山田さん、こんばんは。お絵かき配信の時、ダメだよ。関目さんが見ちゃダメ。ダメだよ。ダメ。で、ここ、銃を持たせたいんだけど、銃。どうやって書くのかな？銃ってこんなんでいい？なんか手どこ行っちゃったかな。女の子だから両手持ちがいいのかな。ちょっとここの手がどうなってるかとかは聞かないでほしい。じゃあこっちは違う武器持つ？せっかくだから。そうだな。なんか。ダイナマイトみたいな。
で、ミニスカが似合いそうなんだよね、私の中では。じゃあ、どうしよう。もう、我欲がないことを本当に申し訳なく思います。よいしょっと。手が十二。グロック？グロコブラ？サイコガン？これ？これだ？あ、それだ。比率。うん、ちょっとドヤ顔してるの。当てたから。これはね、漢字が書けない。レペツヨ、これはユキちゃんです。はい、できました。さあ、書いたまえよ。心で打つやつ。そうです、最近、エイペックスを始めた。最近かな？うん、でも、そんなことを最近から見かけるようになった気がするよ。なんか、ハンドルネームみたいになった。違うな。エイペ。雪強。はい、できました。急にノコギリになった。違うよ、違う、銃だよ。新しいレジェンド。よいしょ。あ、ダメ。おじいちゃん色がダメ。そっか、奇抜だったかな。ダイナマイトと銃持ってるの強すぎない？うん、強いと思う。これは、これ押したらアップできるのかな？あ、できないのか。エナジーを感じられないって言われた。この、こいつ。二度と来んなって言ったのに。じゃらめ。にゃろ。ああ。やばい。こんなに好き放題書いていいんだろうか。っていうか、ちょっとツイッター覗きたいんだけど、どうなってるの？ちょっと、見てきていい？え？あはははなーちゃん。なーちゃんが一番最初に目に飛んできたけど、変わってる、本当に。あ、やばいやばい。みんな戻して。みんな戻して、カオスになりすぎだよ。やばいやばい。責任感じるなぁ。どうしよっかなぁ。あやちゃんも見つけちゃったなぁ。シンさんとヤンハマさんみたいな。どこだろう。戻しませんって。わぁ、コトリちゃん、スクショ載せてる。やばいやばい。これ、みんな火傷するけど大丈夫。っていうか一番私が火傷するんだけど。あだごくんもスクショ載せてる。恥ずかしいな、これ。やばい。これね、ほんとやってほしい。みんなに。おじいちゃんには刺激的かな。帰ってるし、ゆきちゃんも。あ、ダメ？チャラミー。おめえの服と同じ色合いなんだぞ。さあ、てと。結構、
結構書いたな。そうだな。最初から、来てくれてる、もう一方を書こう。でもね、ちょっとまだイメージがつかめないんだよな。イメージがまだつかめてないから、ほんと申し訳ないんだけど、どうしよう。なんかちょっと爽やかな。あれだね。ちょっと、ダスティーなあのブルーだね。もうちょっと可愛い水色だったらいいのにな。朝まで変えとこうって。ほんと、おお、あ、すごい、見てみんな、676、最高じゃない？ゆきちゃんが売られていくベンジャミンに、ベンジャミン次どこに飾るの？お腹痛いよ。お腹痛い。過去最高。ベンジャミンの家どうなってるの？お邪魔したい。じゃあ次は男性に戻ります。ごめんなさい、ほんと、イメージですよ。ほんとイメージです。あ、違うな。でもな、バランスの悪さよ。バランスの。で、どうして頭がぺったんこになるの？あ、そっか。こういう時に塗ると、ボリュームが出るんじゃない？あ、もうちょっとか。お、どう？いったよ。いった。このゲーム消しゴム機能はないみたいよ。やっぱりそうだよね。ポスター一面に飾る感じで、モッチの絵を飾ってるのかな。やばいね。ごめんね、ほんと、こっからイメージでいくね。こう、ちょっとね、少年っぽい、イメージなんです、私の中で。あ、もう、男の子、なんかみんな少年になっちゃうなぁ。今までで一番少年くないか、これ。どうしよう。もう、いいよねぇ。よいしょ。かわいい。絵がかわいい。本当に？本当に言ってますか、関目さん。きっとあの人だろ。え？わかる？じゃあ、え？当ててほしい。当ててください。なんかね、こういう、ちょっと。やばい。当たってるよ。ごめん、なんか私、みんな、短パンしか描けない。この絵も5歳かな。なんかね、ちょっと、ワンちゃん飼ってるのは知ってるんだけど、ちょっと猫顔なんじゃないかなと思ってて。
ジャーパネット、ジャーパネット。子供の時はこんな感じだったかも。なんかこんな感じ。T シャツ適当すぎ。はい、出来上がりました。ね。ジャパさん。ジャパさんネット。ジャパネット。できたー。書く前に、もう、みんな、止めた方がいいと思うよ。そろそろ、私を。もう、終わろうか？ベンジャミン読んでる。ボーリングチョイスオブカラー。あ、色味があれだって。つまんねって言われちゃった。そうかな。そうかな。なんか。ベンジャミン待機。みんなベンジャミン待ってるんだね。でもタイトルもすごくいいね。みつきちゃんありがとう。ちょっと。女の子に戻りまーす。あ、言ったら、あれか。面白くないか。あ、ベンジャミン来た。あ、じゃない、ベンジャミンじゃない。スティーブ、安っ。ごめん。ジャパさん。売るね。あ、これ釣り上げられるのかな？えい。お、いいよ。おいけいけ。あー、時間切れ。少しだけ値上がりしました。ジャパネット。ジャパさんネット売れました。スティーブに。ちょっと絵に戻ります。わかるかな？イメージね、本当にイメージ。こんな感じかな？これわかった？本当？ C さん本当？本当？もし、なんか、色のイメージこんな感じじゃない？本当は座ってる、感じを描きたかったんだけどな。わかった？本当？なんか、勝手なイメージだけど、こんな模様の制服、じゃないかな。カバンとかしょってさ、カバンってどうなってるんだっけ。もうこれカバンね。カバン。こんな感じ。どうしてもここが傾斜しちゃう。難しいな。ウェーブじゃないよ。こんな感じ。はぁ、ほんま売れるだけようなヤンハマ。Cさん。Cさんってヤンハマさん。やっぱ持ってるよ。すごいよ。
関根さん、お餅画伯の絵のタッチ、ほっこりしますね。本当ですか？もう、絵としては、やばいと思う。そう、正解、Gさん、カーンさんです。そうです。はい、カーンがこいく。かわよ、かわよ、かわよ。そう、この髪型がね、カーンちゃんは、カーンちゃんはスペルはどうなのかな、本当は。こうなのかな、カーン。あと、スクーで、どうだい？はい、できた。髪の毛ショートで分かっちゃったか。そっか。さあ、ベンジャミン来るかな、片言。これね、みんなでできたらすごい楽しいと思う。アイコンにしてこなくていい。かーんちゃんはしなくていい。もっと書きたいんですけど、もうまあまあいい時間になってるんで、この辺にしましょうかね。保存します。本当はちょっと待って。本当はさ、ガパオさんも割と最初から言ってくれたから、ガパオさんも書きたいんだけど、関目さんも来てくれたし、みつきちゃんとか、コスメちゃんとか、え、しますよ、かんちゃん。そこは嫌がろ。書きたいんですけど、いい時間だし、ほんと、なんか申し訳ないんで、ツイッター嵐みたいになってませんか？また、はい、第2弾で、やりましょう。っていうか、誰か、こういう感じで絵描いてくれるとすごい嬉しいんで、私も Twitter のアイコンにするからお願いします。第2弾がね、来るといいな。あ、ベンジャミンが来ないよ。これね、ちょっと描き始めたとき、正直な話、私、まあまあ酔ってたんですよ。だから多分そのせいもあると思います。ちょっと今冷めてきましたけどね。永遠に終われなくなっちゃうので、画伯また今度期待してます。はい、ガパオさんありがとうございます。定期配信。だから緩い、雑談配信がこういう形で実現できちゃったって感じだね。テスト配信のありがたい産物になりました。ベンジャミン Just in for the cash。 え？キャッシュじゃなくてもいいよ。買ってきなよ。もう飾るところないの？お部屋。ベンジャミン私のどこがかのや。違う違う、書いてる人がいけないんだよ、母さん。お前に用はない、チャラオ。情熱がないって言われた。そうなの？これ情熱足りない？そうなん？困ったなぁ。見て見て、結構売れたんだよ。何？もっとなんか、ちょっと最古な絵を描かないと君たちは気に入らないわけ？I only pay for second hand art. はん？はん？買っていけない。じゃあもう一個描いて一緒に並べたら売れるかな？急遽。やっぱ最後は、持ちらしく暗黒で。
よいしょ。カンさん待ってて、この隣に並べるやつを書こうぜ。チャラミ来たな。チャラミお前買わねえだろ。本性さらけ出すんや。ブラックお餅。そうだなぁ。ブラックお餅。やばい、ちょっと静かになっちゃった。アイコン変えたの。ダメな、スティーブも。もうちょっと髪あるかな。うん、もうちょっとあるな。全員の保存しました。ちょっとやめて。あ、あれ？ダメ？難しいなぁ。あ、やっぱむずいなぁ。いらんことするもんじゃないなぁ。よし。なんだけど伝わってるかな。誰？ちょっと失敗したけど、これ言って。ベンジャミンが私の家に来ては文句を言って帰ってくる。ごめんね。私がいけないんだな。これで伝わる？あ、伝わらないか。誰やって言ってるもんな。当たり！当たり！ガパオさん。ちょっと描きたかったイメージとは違うけど。なんか本当は、うん、そうだな、ちょっと違うんだけど、描いてる途中でなんとなく、あ、ソーダさんにしてみたいかもって思って。難しいなぁ。ソーダさん泣きしたけど、爽やかなんだけど、ちょっとサイコチックなね、あの、感否めない。シュワッと？はい。できた。よし。どうだ。よし。いやあ。二つ並べたらなんか反応変わるかな。
ソーダさん意外と前髪来てる感じなんですよ。そういう意味じゃないんだけど。あ、ダメ？ファッションが感じられないで。違う、チャラミはね、良さがわからないから。マジ来んな。帰って寝ろ。お、あ、母さんごめん。なんで？なんで？もうちょっと釣り上げようか。ほれほれ。ほれ。あ、もうダメ？ダメっぽい。ソーダさん先に売れちゃった。じゃあ、そっち買うの。本当だよね。なんで？なんであんな怖い絵買ったん？やばい。母さんごめん。母さん。母さん。ごめんよ。これなんか、手直しってできるのかな？お名前しか変えられないのか。あ、スクリーンショット保存しちゃった。ちょっと絵の手直しってできないん？できないん？できないな。あ、なに？セーラー服は君たちには、あれか？刺激的すぎたんか？なんだ？おい、ほら。おいちゃんよ。買っていきな。後ろ。後ろから、じいさんたちが山浜さんとシーさんの絵ってどうなったんです？あ、ゆきちゃん、燃やしました。はい。なんか、時間切れが来て、燃やされました。本当ですよね、関部さん。JK の絵が売れない、こんな世の中。こんなに貴重なんぞ？ケミラー。あ、JK じゃなくて JC なんね。ごめん、ごめん。君たちには刺激が強すぎたんだな。そっか、そっか。じゃあ、今日は、カーンさんには本当に申し訳ないことをしたんですけど、でも、思い返せば、ヤンハマさんとシーさんと、アナゴさんとノリスケさんにも、結構ひどいことをしてしまったんで、これはもうこれでよしとしましょうか。JC という事実に驚いている。私もびっくり。これな、絵の手直しできたらな、売れると思うんだけどな。できないんだね。うん、何もできないよ。触れない。ちょっと、絵を、次は色塗り希望。あ、絵に色をつけるってこと？できるかな？頑張ってみる。皆さんも、よかったら、このゲームやってみてね。ちょっと、結構面白かった。ただ、これをアーカイブとして残すかどうかは、話は別だ。色数増やしたらもっと高く売れたりして。なるほどね。そっかそっか。今、単色で描いたから。そのせいか。ぜひ、残そう。ジャパさん。娘に近いよ、ほんと？ごめん、あんな短パン少年描いて。ごめんね。でも、ジャーパネット可愛かったでしょ？季節限定。はい。じゃあ、ちょっと最後、本当に申し訳ないことをしたんですけど、はい、これが、みんな、楽しかったようなので気まぐれでまた第2弾を配信できたらなと思います。
ありがとうございます。元は、OBS の設定ですごい苦労して配信テストだったんですけど、こんな長くお絵描き雑談に、なることができて、すごい楽しかったです。みんな、本当にありがとうございました。疲れた時に見たい配信。わかった。じゃあ、ね、ちょっと、みんなの疲れが溜まった頃に、またやります。はい。皆さん遅くまでありがとうございました。じゃあ、またね。ごめんね、かんちゃん。もういっそのことこれ消そうか。これ、ね、ここに残すとなんだか終わりにくいから。はい。皆さん、お疲れ様でした。うん。また、腕を磨いてやります。それはダメ。わかった。わかった。消さない。じゃあ、今日はこのままで、はい。幕を閉じたいと思います。残して。感謝の心の叫び。はい。押します。あ、次、ちょっとリベンジさせてね、かんちゃん。じゃあ、ありがとうございました。本当に何度も何度もすいません。締めたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。みんな、おやすみなさーい。バイバーイ。ポケ閉じても売れるまで見守ってあげて。うん、ちょっとそうしようと思う。じゃあねー。またねー。バイバーイ。お待ちでした。